名古屋市によりますと、今年9月から市内すべての私立中学校と高校で AI 技術を活用したデジタル採点システムを導入するということです。このシステムは定期テストや小テストの採点に活用され、採点時間がほぼ半減される効果が期待できるということです。名古屋市立の中学校と高校では教職員の長時間労働の状態化が課題になっていて、 昨年度は中学校でおよそ64%、高校でおよそ47%の教職員が規定の残業時間を上回っています。市は、AI の活用によって教員の働き方改革を推進し、市内で教員を目指す人材を増やしていきたいとしています。